こんばんは。今日は月曜日だったけど、皆さん生き延びれた？やあやあやあ。今日はね、クリスマスコンサートのレッスンでした。おつかりん。おつかりん。寒かったね。翔一さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ちょっと今日はウィンクをするテンションじゃない。ハッピーホリデー、ハッピーホリデー。ゆるきちさん、小あたり、小あたり、この前の配信面白かった。大掃除お疲れ様でしたって、なんで私が大掃除したこと知ったの？え？なんで私が大掃除したこと知ったの？え？なんかカメラあります？私の家カメラありますか？カメラを疑ってる。ツナさん、あれツナさん今何弾いた？あ、外れ外れ。あ、ごめんなさい。プレゼントありがとう。なんか昔小さい頃とかよくなんかそういうこと考えてた。え、今これもしかしたら誰かに見られているかもしれないみたいな。自分の頭の脳内は脳内が誰かに漏れてるかもしれない、誰かに聞かれてるかもしれないみたいな考えてる時期あったね。あ、あれか、あれか、あのケロ日記でメールで送った電子レンジで魚を温めたらなんで爆発するんだろうみたいなやつか。電子レンジでさ、お魚温めたら絶対爆発しない？ラップしててもさ、ラップを突き破って爆発するんだけど。あ、そうか、電子レンジの大掃除ってことか。その話ね。ケロ日記、なんかメールで、一つのメールで送るほどでもない些細なことがあった日、些細なことだけど聞いてほしいことがあった日、私のもう日記として送ってる。ケロ日記。そうなんや、なんでなんやろうね。絶対そうな気がする、絶対爆発する気がする。私が温めたのは皮はなかったね、サンマでした確か。
かな。そうなのかな。ちょっと極めようかな。魚の種類によって爆発しやすい魚とそうじゃない魚。そう、でもさ、そう、ラップを突き破って爆発したから、さっきお掃除してた、レンジの。温めすぎたのかな。でもそんなだよ、1分とかもしてなかった気がするよ。そう、ポンパン、わーってなって 急いで止めた。あ、そう、それで私が、カメラが、もしかしてカメラがついてますかって言ったのはあれです。昨日私めちゃめちゃ掃除してたから。大掃除してたので、お家の。でもその話誰にもしてなくないって思って そうそう、昨日はもう引きこもってずっと掃除してた。物の整理をしたりしてましたね。そう、なんか私さ、あんまり時の流れに沿って生きていってないんですけど、なかなか年末らしいことしてるって思いながら 年末らしいじゃんって。クリスマスのさ、レッスンだったからさ、もうその曲を私も今歌いたくて歌いたくて、もうずっと今ここまである 歌バレになると思うので、歌えない、歌わない。画面に映らんとこで踊ってた いや、クリスマスの曲ってなんか楽しいよね。なんか楽しい。ウキウキするよね。昨日 X で見つけて可愛くて気になって見に来ました。チュン チュンニャンさん、ありがとうございます。嬉しい。何のポスト見て来てくれたのかな。何のやつだろう。昨日、あのいちごのやつかな。どうなんだろう 嬉しい、ありがとう、見つけてくれて。あれはユキリカにもらったイチゴ。胸ウキリカサンタにもらったイチゴ。お話し会の時私がゲットできなかった、輪投げでゲットできなかったアマをくれた。優しい。ケンちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。好きな食べ物は何ですかって。あ、好きな食べ物は最近はラムネとリンゴとキャベツ ですね。今プロフィール更新があったらそれ書きそう。ですね。ようちゃんさん、かわいいギフトありがとうございます。ありがとう。そう、だから好きな食べ物ってさ、ブームがあるよねって思って。
そう。キャベツはあれ 最近またスライサーで普通にキャベツ丸ごと買って千切りにしてるんですけど、やっぱりね、そのなんていうの、自分で擦った方がなんか美味しい 新鮮な気がして美味しい。めっちゃ食べてる。キャベツ毎日擦ってるよ。で、そうそう、なんかキャベツ用のピーラーみたいのがあるらしくて、最近見つけて、それを買おうって今思って、まだ買ってなかった 買ってみようと思って。何だったっけ、キャベツピーラーみたいなやつ。ラムネはお菓子の方のラムネ 私多分みんなが思っている以上に常にラムネを持ってる気がする。お菓子の方のラムネは何だろう、いつからなんだろう、集中したい時とかによく食べてる。そう、ビー玉が入ってる方じゃないやつ。ブドウ糖を取ってますね。それも食べ過ぎ注意ね今でもなんかあれだよね、袋に入ってるさ、ラムネ最近は食べてるけど、そう、学生の時とかは普通にあのなんか筒状のやつ、筒状に入ってるラムネ食べてた。ハッピーホリデー、陣来さん、小あたり。小あたり。なんかラムネをね、箱で買って12袋ぐらい入ってるラムネ買って、一回3袋分ぐらい一気に食べたら なんかすごい、なんかクラクラしてきちゃって だからちょっと食べ過ぎ注意、私を反面教師にして。ツナマヨさん外れ ありがとうございます。話し会撮ってみたっすって。今から緊張？カロキ推しさん 待ってるよ、話そうな、楽しみだね来年が。そう、今日 お話し会のさ、話そうって宣伝のポストしようって思ってみたらもう終わってた のでもうちょっと話せないけど早く飯店来てけろって 来てけろって、なんかチャイナの服乗せようって思ってみたらもう終わってた大阪ね。会いましょうね。あ、そうなん。予約判定の日はもう一回申し込みのチャンスあるの。お、じゃあちょっと。
どこかしらでタイミングを見計らって出てくるかもしれん。チャイナリンが、いやそうチャイナ服さ、なんかちょっと新しいやつがいいなって思って今ちょっと検討中。いやでもなんかね、リアルお話し会でそういうさコスプレ系の服を着たことなかったので、今からちょっとすでにちょっと大丈夫かなってなってる。ツーショットは完売してた？え、ありがとう、撮ろうね。リアルのツーショット楽しい楽しい。あれなんだね、なんか結構か壁があってハートとか作るってなったら壁に近づけすぎたら見えないんだねってちょっと学んだから、次からはちゃんとこう映るように気をつけようと思う。そう前回のリアルお話し会の時とかさ、物販のところかな、なんか大当たりみたいな、カランカランカランみたいな、皆さんがなんかこうくじ引いてたのかな、やってて私もあれ行きたいって思ってた。楽しそうだ、ここでそう言ってるメンバーもいて、あ研究生ちゃんたちがくじ引きやってて私もそこ混ざれんかな もうイントネーション問題。くじね、くじくじ、えくじ、これはでも時間の方じゃない、くじあれもう分からんくなった、もう私がどっちを言ってたんかも分からんくなった。もうクリスマスの曲が私の頭の中で鳴り響いてる、どうしよう。私がさっきポストしたのに狐を乗せてる理由は、このカーディガン、これ何の動物だと思う？今日ねレッスンの時も着てて、あかりんさんにカーディガン可愛いねって言っていただけて、狐、狐って言われて、あこれ狐なんですかって思ってこれって狐だったんですかって言って、これは何なんだろうって話してたんですけど、結局なんかわからんかった。あ猫、あ猫、私猫か虎かって思ってたけど、確かに狐って言われたらなんか狐っぽいなってなってきて、可愛いでしょ。去年買ったやつ、今年も着てる。見せ方両サイドにいる。え、そうだよね、目がひげがさ、これがひげなのかさ、こっちがひげなのか
しい。でもすごい気に入っちゃって買ったやつですね。だからキツネ描いた。シンタンタンさん、はずれ、はずれです。か21時広島駅でよかったかな。20人くらい集めておきました。思い出した。あれだね、ゆきりかの配信にお邪魔した時に、あ、飲みご飯行こうよって言って失礼しました、ご飯行こうよって話してて、じゃあ20日の20時に21時に広島駅集合ねって。言ってた。それのやつ。あ、そうよ。2日後やね。トントントン、ちなみに嘘ですよ。嘘ですよ。ちょっと本当に本当に行く方がいたら困るので。でもね、今日も話したよ、ゆきりかと。結局その日はちょっと行けないんですけど。その日は違うんですけど、この日一日ね行けそうな日があって、ちょっと検討中検討中のところがある。もうね、その話をし始めてから、え、行こうよって言い始めてからもう2年ぐらい経つから、さすがに行きたいね。でもね、そう、私外出せんのよね。一光さん外れ。だってもう寒くなっちゃったじゃん。もう寒くなっちゃった。こんなに寒いなんてびっくりしたもん。今日朝出て家を。なんだこの寒さは。なんだこの寒さは。まるで冬みたいじゃないか。で12月みたいじゃないか。びっくりしちゃったよね。そうね、ブルーライブのクリスマスライブ寒いよね、多分楽屋が外なので、うん、みんなもう手とか震えながらメイクしてるかも。
怯えてるけどどうなるんだろうね。元旦公演もかな。うん、もうみんな唇真っ青とかで出てくるかも。でもねすごい今日あれだった、レッスンの時とかでさいっぱい踊って汗かいて、あもう暑いって思いながら外出たらすごい寒くて、なんかよかったなんか整いそうだった。だから外が寒いのはレッスンの後に限り許せる。レッスン後に限るけどね。確かに一番風邪ひくやつかもそれ。急に冷めて汗が引いて、何月が一番寒いんだったっけ冬って。2月とか1月。苦手な食べ物って何ですか。でももうあんまないかも。昔はいっぱいあったけど、強いて言うならししゃもといりことつぶつぶしたものとらっきょとメロンと、あでもメロンスイカは最近克服したのでそんぐらいかな。そう、ラッキーは初耳。本当初耳。え、ラッキーは多分ね、私あの食わず嫌いしてるんよ。おばあちゃん家とかでよくあったけど、だから一回も食べたことないかもしれん。なんならだから食わず嫌いかも。そんぐらいかな。明太子とたらことかもなんかつぶつぶしてるからずっと苦手だったんだけど、でももうそれも明太子もすごい美味しさにやっと気づいて、福岡を離れてから気づいたから、そうね、つぶつぶしたものも あれくらい、なんかなんだっけ、イクラのちっちゃいバージョンみたいな。それぐらいかも。だからだいぶ大人になるにつれて好き嫌いはなくなっていったかもしれない。最近さ、私最近私さ、あの納豆に生卵を混ぜて食べるのがすごい好きでさちょっと急に話変わるけど、そう話したかったん、卵で思い出した。でもなんかそれってなんかあれなんでしょう、栄養素的にはなんか分解されてよくないみたいな。あ、本当？あ、すごい、なんか仲間がいっぱいいて嬉しい
しい。あ、そうなんだ。結構みんなじゃあすることなのね。嬉しい。全部入れる全部入れる。もう納豆を混ぜて卵その中入れて。でもなんか食べ合わせは良くないらしいんだけどさ、栄養がどうとらこうとらみたいな。でももう美味しいからやっちゃう。もう最近毎日してる。そう、それをキャベツにかけるんよ。それが本当に美味しくて本当に美味しくて、もうさっき今日も食べた。そう、それで、それのおかげで私キャベツが好きになったかもしれない。え、なんか待って、急に急展開なん。そう、だからちょっと見た目あんま良くない。だからそんな写真に撮れるような見た目はしてないんですけど。待って、58分だって。え、急な裏切り。でもよかった、みんなもしてるんだね。みんなも仲間だったならこれからも安心してやろう。じゃあ壇上読ませていただこうと思います。13位シーサーさん、12位デルピルロさん、11位カズサさん、10位ロボリンさん、9位イッコーさん、8位シンタンタンさん、7位ユズキチさん、6位ジンライさん、5位ツナさん、4位ケンちゃん、3位ツナマヨさん、2位ヨウちゃんさん、そして1位ショウイチさんです。ありがとうございました。パチ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 。あ、そして明日記事の方は RS さんです。おめでとうございます。それじゃあみんな月曜日お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日からもね、程よくやっていきましょう。程よく生きていきましょう。それじゃあね、お風呂に入ろう。寒いのであったかいモコモコのパジャマを着よう。今日も話してくれてありがとうございました。